皆さんこんにちは、今日は基礎から学ぶ大御所感の出し方ジャム編やります。で、まあ、この前基礎編を出したと思うんですけど、今回はやります。で、今回の内容はかなり難しいんで、基礎編をしっかり復習して今回の動画を見ましょう。じゃあそれではいきます。まずはジャムの時間の最低でも30分前には来よう。そして誰もいないことを確認して隠れよう。そしてある程度時間が経ち人が集まってもバレないようにしよう。そしてジャムが終盤に入った時がその時です。そう、遅れていくことこそが大御所感を醸し出す。それもただ遅れることではない、計算に計算を重ねた遅れるだ。それができれば。お疲れさ、お疲れ。どうした、イベントでこの辺来たの？やばいね、なんか会えると思ってなかったから。マジか。でも俺らもう予約、居酒屋予約しちゃってるからさ、俺らもう今から行くけど、またちょっとなんか機会あったら蹴ろうよ。はい、うん、なんか、いやーマジ会えたの嬉しいわ。また蹴ろうね、はい、バイバイ。